始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドリューです。今回もカエルカールあるこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。起きた。水泳の授業中、彼氏だけビート板だった確かにこれちょっと気まずい。どうしよう、彼氏だけビート板。いや、むしろ頑張ってる姿にキュンみたいなね、そういうパターンだよきっと。ビート板使って帰るかなんてね、よくない、命の危機だから。特殊性癖の人だったんだけど、私がビート板の代わりになってあげたらって何それ、かっこ悪じゃ逆バージョン、カエル化だったらどうなってた、これめっちゃ気になるな最悪だこいつやりやがった、ついに一番やってはいけないことを。やった時の顔してるもんね。起きた。爪楊枝でシーシーしてたこれシーシーっていうの、え、いやこれはさすがにカエル化だよね。彼女の前、彼氏の前でこれはできないだろ、さすがに。すべての歯の間に刺してあげた相当嫌だったんだろうな。もうこの絵からね、殺意を感じるもん。じゃあキュン行きましょう。爪楊枝歯に刺して、ね、シーシーしてるなんて可愛いわパターン。さあどう何これ何を見せられてんの俺はさっきから。やるんだけど。起きた。店員さんに偉そうな態度だって。うわ、あるあるね。カエル化の代表格と言ってもいい。これはさすがにカエル化だろ。やっぱね、店員さんに優しくできる男の人、もしくは女の人と付き合うべきですよ。私はそう思いますね。怖い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 。喋れなくしやがった、物理的に。じゃあ反対の結果。実はこの店のオーナーで社員への注意だった。かっこいい。それはかっこいいわ、確かに。オーナーなら納得。何も言い返せねえもん。お箸の持ち方が汚いだって。あー、なるほどね。確かに。お箸の持ち方が汚いのはちょっと嫌かもな。ここまずカエル化パターンで見てみるか。どう？彼女の実家に怪文書を送ったらって、ちゃんと娘のしつけしろ。こっちの方がカエル化だろ、むしろ。むしろこっちの方が嫌だわ。俺じゃあ逆は？なんかキュンの方はさ、あれじゃない？ポジティブになってない？なんかだんだん箸が汚えから、もう俺が食べさせてやるわみたいなさキモすぎだろなんだこれ、どっちもカエル化現象なんだけど、やばいって。お、待ち合わせに大きく手を振って走ってきたらって手を振って走ってくんのはきついかもな。ちょっとさすがにきついよね。手を振りながら走ってくるんだよ、他人のふりするもん俺だったら。間違いなく念のため手配していたこのシーン待って、ツッコミどころがいっぱいあるんだけど、そもそも念のため手配する殺し屋って何カエル化で狙撃すんの、やだって。サイコパスにも程があるだろ。これじゃ逆は、一緒になって踊りながら街を走ったら楽しかった可愛いポジティブルートだったわじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。